42番目の宿場。現在の長野県諏訪郡富士見町落合いに位置する。江戸から45里30町、隣の地の市金沢から3里4町に位置する。甲州街道が国会橋で釜梨川を越えて、新州に入って、最初の宿場である。慶長を20年頃から計画的に造営され、宿場の長さは4町30軒で、東西のス型の間に一直線に伸びており、 現在は西側の真姿が当時の形を留めている。甲州道中宿村大外長によれば、総谷数は105件、本陣は1件、脇本陣なし、問屋場は2件、旗子は15件であった。本陣は大阪屋親号とするありがけで、問屋役は15日交代で陣場を継ぎ立てた。明治13年の明治天皇巡行の際は小級憩所となった。 明治40年、渡辺千明施爵が、本陣の建物を買い取り、価格改め富士見高原の南原山の別荘、分水層に移築したが、昭和50年代に老朽化のため取り壊された。本陣の表門は現時元年の火災後に新築され、平成2年に道庁の歴史民俗資料館に保存され、同4年に本陣跡地に復元された。富士見町ホームページ。 長野県高等学校歴史研究会長、長野県の歴史散歩山川出版社1994年、発行 ISBN 978から46億3429万2 0 3章。ありがとうございます。